久しぶりだですけども、いやーね、予想外だ。ちょっと緊張しますね、正直。今日ですか？やっぱ今日はまあなんといってもブダービルが初披露ということで、楽しみもあり不安もあり、この曲に対する思いを全部出したいなと思います。にゃっ、うえ。さら。やばいね。はい、うちやばいですよ。あれ勝ってるんですよ。頑張ります。頑張るぞ。お疲れ様でした。いや、めっちゃいいライブ。久々のライブだ。イケメンだ。サーク衣装。ねえねえ。サークが。また衣装忘れた。俺の衣装知ってる。あんたもかい。あんたの衣装こっちじゃないの？僕たちこれまで一生懸命リハしてきました。はい。絶対に成功させて。ファンたちと楽しい思い出を更新していきましょう。はい、はい、ワンボーダブルツーボーダショータイム。頑張ろう、みんな頑張ろうね。頑張ろう、みんな頑張ろうね。頑張ろうね。緊張する、緊張する、今日は緊張する。なんかわかる。大丈夫大丈夫、今夜は、今夜はバーリナー。え、今終わったら MC じゃん。朝まで返さない。 MC 終わったら、うん、あのね、めっちゃ青い照明当たってね、もうほんとゴーストみたいな、うん、これね、ベスト3、よいしょー、これを話していくってことね。なるほどね。今ね、こうやって俺らが話してる間に他の4人今着替えてんだけど。あ、そうなんですよ。ここでも出るからね、行動が早い。確かに、確かに。早い人から言ったらさ、もう圧倒的一番はさ、パウなわけです。パウだね。はい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 。確かに。早くさ、俺らは帰る準備とかして、そそくさ、いや、そう、それは定時に帰りたいだけなんだけど。まあまあまあ、仕事というか、ここは仕事ということで。でもこの3人、だいぶ早いよね。この3人は早い。確かに。早いね。だから俺的に同率2ぐらいでいいと思う。遅い人、ベスト3ってさ、まあ、もうだって決まってるよね。そうだよね。とりあえず、そこの2人は確定なんだわ、千葉作は。そうだね。そう。いや、どっちが遅いかって言われると、うん、いやー、どっちだろうみたいな。いやー、策じゃね、策かな。こういう時にお客さんに投票みたいなしてもらいたいんですけど。あ、じゃあ手挙げて、手挙げて。ああ、確かに確かに。タッくんが一番行動が遅いなって思う人、プチョヘンザ。プチョヘンザ。ああ、意外と。やっぱ遅いんだ。じゃあ逆に千葉ちゃんが遅いなって思う人。あ、俺そんなにいないんだ。そんなにいないんだ。あ、じゃあサクが圧倒的にノルマやな。はいはいはい。さすが、さすが、いや、さすが早い人ベスト1。え、サクさん、サク君と千葉ちゃんがどっちが遅いかみたいな、もう決まりだ。なんか靴探してたもん。探してたもん。いや、用意しとけよ。えって。もう一人いるのよ、うち。
地味に遅いやつね。地味に遅いやつ。あの黒髪の光栄さんの人なんですよ。あっちでエンジン組んだらみんなで、行け行けよっていつもやるんだけど、誰か一人いないっつって、光栄って、ね、毎回ね、光栄がね、いつも最後の最後まで鏡とにらめっこするから、まあ俺らのヘアセットをしてくれてるっていうのもあるんだけどね、しょうがないんだけど。いや誰も来ないじゃん。そんな、あ、来た。あ、来た、来た。よかった。あ、来た。え、マジか。靴あった。バイセツここボタンあるんだけど、うん、ネクタイ通んなくて何かやっても、うん、どこ行ったの？でもさ、もういいよ、もう3人もいるんだから俺ら出してよ、はい、行っちゃう？俺らはもう一回、あ、じゃあ行くな。ブザーの中でフォトジェニックメンバーは誰？写真映えするメンバーは誰かみたいな感じ。そういや俺はね、やっぱね、ゆうやさん、あ、やっぱそうだよ、あと、こうへいとかね、うん、僕、撮られてるのもいいですよね。わかるわかる。なんか、もう自分のかっこいい場所わかってるよ、ね、わかってる、ね、角度とかね、うん、ちょっとワンポーズ撮ってみてよ、今僕、あんまりポーズ決めないんですよ。はい、すいませんでした。ハルくん、はいはい、ハルくんはなんか、別に決めてなくても、なんかかっけえよね、オーラが。いや、あれ顔が濃い、顔もそうなんだよ、鼻がプシュ大丈夫かな、大丈夫かな。なんか 3D に見えるよね。そう、 3D 彫りも見える。 3D なんだよ。あとね、あれハウ、あ、俺ハウさ、もうポーズ100個ぐらい持ってんじゃん。あ、100個ね、まあ、確かにポーズ出る、ポーズはポンポン出るけど、うん、使われるのは大体こう、ゴヘが思うフォトジェニック。フォトジェニックか、誰だろうな。まあ自分です。いや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 、あ、自分が構えるね。僕がカッコつけるんじゃなくて、カメラマンにカッコよく撮ってもらえる。でも今回のやつすごいじゃん。すごいわ、これはいいな。フォトジェニックで俺の話で盛り上がったらしいんです。心からニヤニヤしてる。心からニヤニヤしてる。口元がすげえ無駄。おい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 、俺の顔が 3D の話で話しちゃうな。はいって言わないと分かんない。腰やばいっすね。はいって言わないと出さない。やっぱハウちゃん分かってるわ。だからそれでサくんがやってくれないし、いきなり YouTube の話し始めたから、あーもうまたかよみたいな。じゃあ言ってよ。違う、俺は言う担当じゃない。リーダーはリーダー担当だ。違うじゃん。いや、それは最初に言うから、それはチームプレー、それは違うじゃん。いや、チームプレーしてたけんなよ。そうやって、なんか俺のせいみたいになってる。わずんな。いやいや、もうそれ俺のせい。わかった分かった、わずんな。わぁチューすな。いやすいません、ちょっとね、あの MC の下り本当に面倒くさくて、ちょっと6人に任せちゃいました。ちょっと MC 位置に戻ろう。ちなみに、あ、早い。ちなみにが YouTube 番組タイトル、ハニーズの投票の結果はブンブン TV が1位でしたが、スタッフ投票、メンバー投票の結果、おブンブン TV じゃね。いやなんも出ねえよになったの。ブザーのなんも出ねえよに決定いたしました。いやとりあえず、あの皆さん投票ありがとうございました。ありがとうございました。ただみんなの投票の結果何も反映されず、あのスタッフとメンバーの独断で決定した。最悪だ。誰か一回全員でちょっとタイトルコールみたいな。あ、そうやろうやろうやろう。ブザーのなんも出ねえよ。今日はブザーのジャケットを通りに行きたいと思います。髪やったらゆうやさんから。はいよ。はい、どうも。今日、どんな感じでしょうか。いや撮影自体結構どうなるか分かんなかったんですけど、まあ無事いい感じで終わって。いや、まあこれからこれから撮るから。めっちゃ長い。笑うときに絶対目なくさないように。MYMYH や。うん、これはいい塩梅だな。でもなんか今日すごい確信したことがある。いや。いや。あ、違う、これ。本当にくれてるよ。
全力で頑張りたいと思います。せーよ、緊張したよ。本当に泣きやすいな。つけたらやばいね。なんでミスない。ミスないありがとうございました。